ういう感じですね。オッケー。ああ、なるほど。はい。まあ要するにここの部分がこの壁の支えになって、でここにさっきつけたフックを窓のサッシっていうのかな、そこに引っ掛けたら窓でもこうやって置けちゃいますよっていうとこなんですよね。ただね、脱走防止策をしてるからここにね引っ掛かっちゃうんですよ。ここにしか行けないというか、まあそんなご家庭は脱走防止策を切ってあげれば多分サッシに届くよね。まあ容量は分かったんですけど、どうだ、耐久性がちょっと弱い気がするな。はい、ですね、ちょっといろいろ試してみたんですけど、僕んちのこのサッシの構造上、窓を閉めないとなんかつかないかなっていう感じですね。そう、この状態だったらこのフックが向こう側にもこっち側にね、こっち側にも引っかかるんでうまく固定できました。網戸の場合だと、なんかね、ちょっと滑っちゃうんですよね。こうやって。結構滑っちゃう。うん。まあ、軽い猫ちゃんとかだったらいいかもしれないですけど、ちょっと体重がある猫ちゃんだとね、心配かなっていう。でですね、網戸をした状態でも、多分つけれるのはつけれるみたいなんですけど、ね、ここがここの部分がねちょっと高くないとつかないのかなっていう感じですね。あともう少しこの網戸とこの幅が狭かったらつくと思いますけど、どうしても滑っちゃいますよね。はい、閉めた状態だと固定できるっていう感じです。はい、まあ理想としては網戸で外の風を感じながら猫ちゃんにくつらいで欲しかったんですけど、まあ仕方ないですね、つけれないんで。はい、どう？
ー